カイサ ASE のね、ナーフされたんで、今日1回戦やっていきたいと思いまーす。懐かしの。てか、テルミヌスもナーフされたから、マジでナーフじゃん。そうだね、ドラクサーコレクター、あれ行こうかな。ドラコレ、ドラコレソラーリ行こうかな。ドラコレソラレかな。ナイトエッジも欲しいな。パンテオンか、すぐ来るぞ、パンテオンは。あー、ノーチやれや。ありがとうございます、ノーチやります。ノーチやりますか。うん。うわー、2じゃなかった、死んでた、絶対。ノーチは、やらなくていいのかい。うわー、今、フラッシュでやって、いっときゃよかったかな。フラッシュ WQ でいけてたな。俺、迷ったんだよな。はい、こんばんは。何食べる？いや、ルルは一生強いよ。3発殴ったらあれがウンタラカンタみたいなやつやがったっけ。当たるのこれ。いや、ルルは強いよね。ネギトロ、おじゃす、ようやくダイヤ上がりました。おめでとう。ウルトー出ないよね、そりゃ。わかりました。とりあえず3発殴ります。ありがとうございました。燃えたんじゃない。ナイス、いいキルライン。やれそう。ナイス。最近ルル始めてランクモリモリあと2でくる。もうめっちゃいいやん。めっちゃ高くなってんやん。高くなってんやんって知らんけど。めっちゃ上がってはりますやん。す、いや、ブランドいいね。あとあれもなかったっけ？恐怖みたいなパッシブ。邪念か。ボイドの邪念。ネギトロ、ブランドのパッシブ出るとき、お前はもう死んでいる。ってやるの好き。4発か。うん、スキルでもいいんじゃなかったっけ。4スタック、各スタックごとに。あ、秒数系。あ、秒数なんだこっち。あ、向こうもまあ秒数みたいなもんか。4秒間戦ったら強くなるってことや。要するに。あとオムニバンプが強いよね。オムニバンプはスキルにも
何お前。いや、てかなんか、よけれねえな、ブラウムの Q ってミニオンの後ろにちゃんと隠れてないと。うんけど全然ちゃうやん。うんけど、避け方全然ちゃうくて草。ネギトロ本気だとイズルと割と避けれるけど、こっち全然無理。まあ、てかスキル全体そうだね。一体当たってくさ。美しい。うん、わーこれ死ぬか。走ってたな。走ってる時間長かったな今。先生、やっちょさん。ん？何？眠眠カット、俺ソルキューのバーストかけれたね。さあ、うま。ありがとう。通風先生、うま。ウルト打っただけだけどね、今の。本当は Q を避けたかったんだけどね。そんなのは何もできなかったよ、別に。相手の弱点をつくの。待って、ウルト出てなくて草。なんでなん。敵を倒しました。わーお、わーお、あー素敵。あ、先月初めてエネミまでは上がれたんですが、エネミって本家のシルバーありますか。いやてかね、まあどなんかいいね。難しいよ、向こうとこっちのランクを比較するのって難しい。別にレベル感的にはまあ、でもいや、でも俺がスタックしなかったからな、別にそんなに。俺がさ、ブロンズとかで止まってたらあれだったけど、別にやか。ダイヤまでちょろっと行っちゃったからな。チョビはうまいよ。チョビってあれらしいぜ。ヘルストレードするときにミニオンの量で自分が何ダメージ受けるか計算してやってるからな。怖いよね。そうなんだよね。化け物なんだよね。ミニオンって、まず、基本的にロールのプロって、あれなのよ。まあ、ミニオンの攻撃範囲を把握してんのね。っていうのが、ミニオン、自分が、あ、やべ。死んだわ。助けて。
とあんま見てなかった。映ってたか今。ネムネムカット。正直マスターでも本家ゴールドな感覚だけど、こっちではレーン管理とかレベル先行そんな関係ないから比較できなそうなんだよね。比較できない。そのレンジミニオンがハラスしてくる敵を殴ったの時にこの距離を維持すれば相手の防衛ミニオンは自分のを射程外っていうところまで計算してやってるらしいんだけど、ヘルストレート基本ね、殴るとき、ちょろっと殴るときとか。チョビはそれかつ前衛と後衛のミニオンのダメージを計算してるらしい。ちょいきついか。めっちゃ賢いんやな。うわー取られた。無理か。おろろ、そんなんできるんや。ミッドレーンでよかったな。グループとかいうレーン戦の繊細なトレード無意味か。オブジェクトあるの冷静にやばい。いやだからね、レンドだと思うよ。ゲームの別にこっちのプレイヤーが上手い人は上手いしさ、なんかこのゲームどんだけレンドが上がってるかっていう話じゃない？まああのエース系は微妙かもね、ちょっと。エースはテルミネスも直されたし。レンジはね、バカなんだよね。倒せるけど。なんか消えちゃったな、マーク。ワイリクスがパッと見でわからないから自分のどのくらいクス取るの下手か意識しづらいです。確かに。ワイ、あ、回復用はパソコンのポーションの方が多いですよ。あ、でも150でしょ。150より少ないのか、あれって。150より多そうだけどな。フルーツ。帰れなかった者たちのために、いや、クススは見えるようにしてほしいね。まあでもそんな別に落とさなくない？落としてもちょっとじゃん。向こうってマジとんのむずいからさ、そもそも。ネギトロ、マイソールキャンプのビクターマダなのか。どこも化け物だらけね。そもそもとんのむずいからさ。いやでもやっぱカイサってあれだよな。いた！は？バカかよ。シンプル暴言に笑う。いやバカだろ今のダメージ。いかれてるやろ。戦うか逃げるか。どういうことやね今の。つっか、ワイリフと本家どっちが好きですか。うん。眠れん。何？炎症体力依存の回復用だからレイン負けててもめっちゃ回復できちゃうんよね。やべあれクソ遠いな。敵を倒す。優勝、このゲームマークなんて。バカいたわ。よかったよかった。
すっげえ、私の反応だや。メリトロ、リーグオブゴリラ。待って、あ、フラッシュなかった。うわーめっちゃいいの入ったな、それ。うわ、ブランド強っ。ブランドってもしかして強い？ W の CC 低減があるからないか。知らねえ、知らんな。いや、ブランドナーフされましたよ。ブランドってもともともしかして強かった？敵のタワーを破壊した。もな。味方チームがドラゴンを倒しました。ここがあなたの死に場所よ。誰が使うねんと思ってたけど。いやー、これゾーニャ欲しい。あ、優勝、隠れ最強キャラ。ちょっとね、タワーが攻撃されている。こいつがうまいな、うまいのかもしれない。ビルド変えてるだから。まあ確かに遅いかもな。移動中です。いや、めっちゃファイトするやん。バレンが消えた瞬間にいけないね。メリトロ、最近やっと魔法が役用になってきましたね。ボケ作ってねえやん。てか、このボケ作ってないとか、マジ？ミスった。いや、待って、痛すぎ痛すぎ。味方が倒されました。痛すぎんご。滝落とし塚、消し飛ばされた。よくエルダーって戦ったな。移動中です。インヒビタータワーが攻撃されています。バロンを攻撃。いや、やっぱこれでもな、ちょっと、ね、そもそも歩兵が欲しい。やっぱりアッシュじゃなかった。時計のせいで飛べないシーン多すぎるんだけど、時計がないせいで。ムカつくな、あいつ。ブランドアバフ取ったら、さっきから取らないから取ってるけど。こんなに懐かしいなんて。大重機人、もうアンパン界隈の娘でないの寂しすぎる。
ワンパン界隈じゃなくなったんだ。あーミニョ、ネムネムカット、マナブーツ優秀すぎていらんのよな。このチャンピオンを攻撃、どこも化け物だらけ。敵を見失いました。世界は変わる。どう変わるかは私たち次第。せえな、Wのダメージ。いいエンゲージだ。いい押せいい押せマジで。パンテオンって呼んでどこ行ったのこれ。ちょっと待って、ビスト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 。びっくりした。ん、これ取れそう。ガレンとかいうキャラ終わってるって。あれやっぱガレンとかいうキャラさ、ネムネムカット、俺それしかガレンとかせないわらわら。終わってない？あいつ Q の MS アップあってさ、 W の CC 軽減あってさ、でなんか回って終わってるやろ。このキャラ、このキャラ終わってるよ。ネギトロ、なんでこいつナーフされんの？なんなんこいつ。ちょっとまあ動画的にはあれでしたけど、まあカイサがね、E のスーパーチャージがね、ナーフされましてね、はい、こういう調整が入りまして、これ意外と移動速度遅かったな。意外と感じたわ。あってあれか、俺がこの一個前に使ったのが AS ビルドだったからか。めっちゃ遅かったわ、この脅威。まあちょっと一昔前のね、あいさこういうビルドだったんでちょっと紹介でした。まあ強いのかどうかはまあ、わかりません。落とした。